さんこんにちは。県議会議員の井出義博でございます。平成6年、皆様の力強いご支援をいただき、38歳で県議会議員に初当選をさせていただき、以来4期16年、全力で働かせていただきました。若輩未熟な私に多くの皆様からご指導ご鞭撻をいただき、誠にありがとうございました。日立市の最大の課題は医療の充実です。特に救急医療の充実は喫緊の課題となっています。4年前の県議選で私はこの県北地域に救急救命センターの整備とドクターヘリの配備を公約として掲げました。救急救命センターについてはこの7月株式会社日立製作所が創業100周年記念の事業の一環として日生日立総合病院に新たな病棟の建設を発表しました。その中に救急救命センターとハイリスクの出産を取り扱うことができる周産期医療センターを配備することになりました。来年7月に着工し、再来年の夏には稼働する予定です。24時間365日安心して救急救命センターを稼働させるためには医師や看護師などのスタッフを充実させる必要があります。医師確保に茨城県や日立市も積極的に関わっていく必要があると思います。ドクターヘリに関しては県議会の代表質問で初めてドクターヘリの導入を提案したのが3年前、数多くの先行事例を現地調査しながら導入への筋道を作ってまいりました。ドクターヘリの導入で特に私が強調したのは県央地区に基地病院を置くことです。ドクターヘリの導入がほぼ決定した時点でもその基地病院を県南地区に置くことが想定をされておりました。これでは私どもの住む日立市や県北地域にすぐドクターヘリが飛んでくることができません。その意味で私どもは水戸地域の2つの病院の連携による全国でも初めてのドクターヘリを提案をいたしました。この7月にドクターヘリが就航し、すでに20人を超える貴重な人命を救っています。これからもこのドクターヘリの充実に全力を挙げて取り組んでまいります。救急救命センターの整備やドクターヘリの導入のほかに、私ども公明党は子どもの医療費を小学校3年生まで無料化をしたり、県立中央病院にがんの放射線治療装置や化学療法の拠点を整備いたしました。県立友部病院には24時間対応の精神科救急を整備しました。次の4年間では子どもさんの医療費をぜひ中学校卒業目まで無料化をしたいと考えています。女性特有のがんである子宮頸がんのワクチンへの公費助成を実現することなどを全力を挙げて取り組んでまいります。さらにうつ病などのワンストップ相談窓口の整備や認知行動療法などのように薬に頼らない新たな治療法の普及に取り組んでまいりたいと考えています。また高額療養費制度を見直して患者さんの負担の軽減を一層図ってまいりたいと考えています。さて茨城県を日立の町を元気にするために私どもはさまざまな取り組みを行ってまいりました。3月の11日には茨城空港が開港しました。飛行場を作っても利用する航空会社がないのではないかとのご心配をおかけをいたしましたが、おかげさまで韓国のアシアナ航空や神戸空港を拠点とするスカイマーク、中国の格安航空会社春秋航空などが就航し、7月にはターミナルへの来場客が50万人を突破をいたしました。来春にはスカイマークが茨城と札幌、茨城と名古屋便を就航させます。中国春秋航空は茨城と上海間を定期便で結び、一部の航空券を4000円という超破格値で販売するとして話題になっています。私は県民の貴重な税金が投入されている空港であるからこそ、この茨城空港の就航対策と利用促進に全力を挙げて取り組んでまいります。5月24日には日産栃木工場からアメリカ向けの自動車輸出が日立港から始まりました。ベンツの輸入と新車整備も日立港に集約をされ、日立港は全国有数の自動車の輸出に置こうとして
新たに注目を浴びています。さらに日立港には東京ガスが新たなエネルギー基地を建設する計画を明らかにしています。第5埠頭に20万キロリットルクラスの最新鋭の液化天然ガス LNG のタンクと製造工場を建設をします。全世界から10万タンクラスの大型 LNG 専用船が入港する予定です。日立から栃木の真岡までパイプラインが整備され、日立は関東のエネルギー基地として生まれ変わります。すでに住民説明会も始まっています。私ども公明党も東京ガスの根岸工場を現地調査するなど積極的に建設に関わっています。平成27年の完成を目指すこのプロジェクト、東京ガスの投資額は1000億円と言われて、地域の活性化の大きな起爆剤として期待をされています。4月22日厚生年金の宿泊施設であったウェルサンピア日立が日立市の施設久慈サンピア日立として再オープンをしました。久慈サンピア日立は地元の皆様から1万人以上の署名を添えてその存続が強く望まれていた施設です。私はいち早く厚生年金の施設を自治体が買い取った四国伊予市の事例などを調査するなど、久慈サンピア日立の存続に全力を挙げて取り組んできたところでございます。この8月25日、カーロン海岸で全日本のサーフィン選手権が開催をされます。全国から2000人近くの選手や関係者が日立の松に集まります。思い起こせば、このサーフィンの全国大会のきっかけは、7年前の日立の若者の署名運動でした。平成15年2月、サーフィンやスケートボード、BMX、インラインスケートなどの愛好者6093名の署名や要望書を市長に届けました。このことがきっかけとなり、河原を北浜スポーツ広場の建設、アクションスポーツパークの整備、サーフィンの拠点施設の整備、さらには海岸の護岸の整備など大会の実現に向けての取り組みが進んできました。これからも若者のパワーを最大限に生かしたまちづくりを進めてまいりたいと思います。県民のための県政を実現をするためには、県の仕事の見直しがどうしても必要です。まず徹底して無駄遣いを排除する必要があります。私は橋本知事に向かって県議会の本会議で知事の退職金の減額と県職員の給与の見直しを2回にわたって直接指摘をいたしました。たった一人の県会議員です。私ども県議会議員の定数の削減や議員の報酬の日割り支給についても県議会に提案をしたいと考えています。3月には民放のテレビ番組で私が取り上げた教員の共済組合が運営をしているホテルに多額の県費が投入をされている問題が取り上げられました。常に県民目線、庶民の目線で県の行政をしっかりと監視してまいります。ダイナミックに動き、そして語り、大好きな人たちのために、お世話になった皆様のために全力を挙げて戦わせていただきます。ご支援ご指導のほど何卒よろしくお願いを申し上げます。誠にありがとうございました。